お、ロイちゃん久しぶり。あ、久しぶり。いや、ほんと久しぶりだね。そういえば今日暑くね。あ、そうですね。最近暑いですね。あの、皆さんこんにちは。ルちゃんです。ルちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。これは私が最初日本に来た時に一番困ったものです。困ったの？うん、困った。どうして天気の話するんだろうとずっと分からなくて逆に台湾は、え、もうご飯食べたって聞くよ。あ、こんにちは、ご飯食べたって、お腹いっぱいになったって。なんかいきなりプライベートすぎない？え、プライベートな感じ？なんか日本でそれ言うとなんかいきなりプライベートに入る感じであんま良くないかもしれない。え、でもご飯とプライベート関係ある？あるでしょ。なんで日本人は天気の話を聞くの？日本人はね、結構プライベートを重視するじゃん。で、プライベート重視するときに、まあ何聞けばいいんだろうみたいな。ああ、わかる。ちょっとさ、探りを入れるんだよね。で、そういうときに当たり障りのない、まあどうでもいい話をね、どうでもいい天気の話を切り出して、その相手の返答によって話をどんどん広げていくっていう感じ。例えば俺がルーちゃんに昨日雨降ってたねって話をするじゃん。ルーちゃんがそうなの、昨日雨降ってたよね、それでビーチ行けなかったのとかルーちゃんが言うじゃん。ただビーチっていう単語が出るじゃないですか。そのビーチって単語から、あ、ルーちゃんってビーチに行く人なんだって、そういう風に話をどんどん広げていけるんですよ。あ、そう、あ、わかりました。相手が自分からそのテーマを言ったから、このテーマ言ってもいいんだでわかるようになってくる。そうそうそう、そういう風に話をどんどん広げていく材料として、その最初に、まあ、天気の話題を出すっていうのが日本人なのかなって思いますね。では今から私と文旦はちょっと日本人がよく言う例を出します。あ、おはようございます。おはようございます。今日なんか暑いですね。いや、暑いね。俺最近長袖着てたけど半袖にしちゃった。こんにちは。こんにちは。いや、最近雨降りますね。そうですね、出かけるのめんどくさいですね。お、こんにちは。こんにちは。なんか今日は寒いですね。いや、最近寒くて起きるのが辛いよ。然后呢，这里再跟大家说，有第四点，就是当日本下雪的时候，我们可以这么说。比如说，日本人跟我们说，那这里还有第四个情况，就是如果日本下雪的时候啊，我们可以这样说啊，台湾全然雪が降りませんからちょっと嬉しいです。え、雪降んないの？そう。日本人就会给这种反应。これは日本人がほとんどしてくれる反応で、そこから話が。広がります。あ、確かに確かに広がる。そう、なんか日本人にとっては雪を降るっていうのがもう常識になってるので。そう、当たり前になってる。そう、そこでもう台湾にちょっと興味を持ってくれるかもしれない、ね、確かに台湾の話になるわ。以上今日の動画でした。はい、那今天的動画就到这里咯。就是不知道今天讲这样子的话就是你们有没有共鸣，因为我自己其实刚到日本是觉得还蛮困惑的啦。那如果说你们喜欢这样子的内容的话呢，都欢迎在下面留言告诉我，这样子的话我们就会做更多这样子的内容。那如果说你喜欢我们的影片的话呢，都欢迎帮我们按个赞，然后按订阅，然后按留言追踪我们的频道。那我们就下次影片再见咯，拜拜拜拜。See you next time. Bye bye. ちょっと遠すぎる。ルーちゃん、ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。